ハイサイ大輔です。この Vlog シリーズはアダルトチルドレンだった妻が格闘技を通して人間的にどう成長していくのかを記録したシリーズです。ここまではアマチュアデビュー戦に向けた日々や初勝利を目指して2戦目の戦いに向けた日々を記録してきました。そしてついに2戦目の試合前日を迎えました。これまでの変化を振り返りながら今日は妻に心境を聞いてみたいと思います。デビュー戦はアクロス福岡で行われた K1 アマチュア大会に出場しました。この時はね、もう本当に試合に出るのが目標という感じで、勝つ負けるとかじゃなくて、もうとにかくリングに立つぞっていうところで、なんとかリングに立ったんだよね。試合開始と同時にこう突っ込んでいく気持ちの強さは見せたんだけど、やっぱりちょっとこのパワーが足りなくてさ、ぐーっと押されてる間にポイント取られてっていうのが繰り返しで、でこの辺りなんかももう自分でこう体を前にくの字に曲げちゃってさ、こういうのがね結構練習でも見られたんだよね。その相手が自分よりかなり強いなって思うと、結構こう体くの字に曲げちゃって下向いちゃうっていう、これ精神的な弱さから来るものだったりするんだけど、まあ、この試合もやっぱり相手にこうやって押されていくうちにどんどん足棒立ちになっちゃって、この辺りとかもねなんかこう覇気がないっていうか、もううん、この精神的な弱さが結構出たりしたから、まあ、その部分は絶対に磨いていこうということで、2戦目に向けてフィジカル、それから気持ちの面で絶対負けないようにっていう練習をここまでずっと続けてきました。まあ、この試合は5対0のボロ負けっていう感じだったんだけど、いい経験になったかなっていう感じでした。頑張ってたってことは全部やったと思う。ちょっと強かったですね、ただそれだけですね。試合後本当に泣きじゃくっててさ、ちゃんまりが人前で感情を出してるの初めて見て、で、まあ、2戦目は絶対にフィジカルで負けないようにしようぜっていうことで、まずこのガリガリの体をどうにかしようと、で家でもう一生懸命フィジカルトレーニングを続けて、それから食トレね、もうとにかく僕よりもたくさん分量食べてもらって、それでジムでの練習で、だんだんねこうジムでも押し負けなくなってきて、自分より5キロ以上重い空手経験者を相手にも引かなかったり、自分より15キロ以上重い外国人女性相手にもこんな感じでもうバッチバチで打ち合えるようになってきて、でまた家に帰っては筋トレ、もう本当に毎日これの繰り返し、とにかくフィジカル、それから食トレ、食事しながら筋トレみたいな、そんな状態で、で迎えた5月の末頃かな、これねちゃんまり人生で初めて練習中にダウンを奪うことができたんだよね。見ててくださいね、バーン。ずっと練習してきた左のカウンターを打ち込んでさ、自分より15キロ以上重い外国人相手にもしっかり倒すことができるんだぞっていう、こんだけ運動神経悪くてガリガリだった人でもできるんだぞっていうのを見せつけたかなと思えば、またこうやって私はもうダメだって泣いてみたりさ、まあそんな日々だったんだけれども、ここまでしっかり練習を続けて、ついにはズボンが入らなくなってデビュー戦で負けてからの2ヶ月間本当に毎日こんな日々を送ってきて、ついに迎えた2戦目の前日です。ということで、はい、明日ついに2戦目だけど、めっちゃ緊張しとる。緊張する。おお、いいことじゃない、緊張するのは。いやー、いいのかな、こんな緊張してて。うん、なんかさ、前の時はさ、全く何にも分かってなかったから、もうなんつうの、怖いもの知らずじゃないけど、こう緊張しようがなかったんだよね。想像がつかなくて、どういう場所なのかっていうのが、なんだけど今回さ、それがリングがどういう場所なのかとか、そのアマチュアの大会ってどういう雰囲気なのかとかさ、試合前のあの選手たちのあの殺伐とした空気っていうのあれやばかった、ね、マジ耐えられんかった、その場にいるのがなんか独特だよね、あの格闘技の試合始まる前の裏の感じって。うん、だからみんな今からこう怪我しに行くわけじゃん。そうね、怪我すると分かって怪我させに行くわけじゃん そりゃ雰囲気おかしいことになるよねなんかさ、本当にたまに思うんだけどさ、うん、なんでこんな痛いことやってんだろうみたいなあともう一個あれだ、緊張はさ、今回なんか勝てるだろうっていう自信がちょっとあるわけ。あ、だからこそ、その勝ちに対するプレッシャーみたいな感じ、自分に対して、ね、あ、なるほどね。前回はなかった。前回はもうとにかく、なんだろう、出ることが目標みたいな。あ、まあまあそうだよ。できれば勝ちたいし、いい試合したいけど、うん、まず出なきゃ
ていう、ね、まあ、その立てたこと自体がなんかこう目標だったし嬉しかったみたいな、ね、うん、まあそうだね、うん、負けたけどあんだけね、うん、K1 チャンピオンの朝日太陽選手からもね、あのメッセージいただいたりしてね、そうそうね、なんかああいう風にあれはあれで良かったんだけど、うん、今回はもう勝ちに行くぞっていうのでさ、ここまで、うん、めちゃくちゃ詰めてきたじゃん、2ヶ月まあ相当 やばかったんだよ。俺人生でこんなに頑張ったことないからすごいなって思いながら見てたよ。あそこまで頑張ったことない俺も。私もない。まあ下手れだったしな。私はこれの10分の1もなかったね。だから過去最高頑張りの10倍をさ、この2ヶ月間やってきたわけじゃん。それに対する自信とか自分へのね、っていうのがあるからこそ、うん、その勝ちたいし勝てるぞっていうので、あ、それで緊張してる、まあ、こんだけやってね勝てなかったらそれこそいろいろ思うところあるだろうしね。そうだ、私さめちゃくちゃ運動音痴じゃん。成人にもなってあんなに道で転ぶ人俺初めて見たし。そうですね。あのレベルの人がリングに立って果たして勝てんのかっていうね。そう、これで逆に勝ったらよ、うん、どんなに運動苦手っていう人でも30歳からでも、うん、ゼロからスタートでどうにかなるっていうことが証明されるわけだよ。まあそうだね。なんだろう、自分にいっぱいいろんなプレッシャーをかけてる感じかな、今回の試合は。勝てそうな感じする？勝てそうな感じはしてる。おお、マジで？前回もなんかそんなこと言ってたけど、あの正直言いますと前回には完全に強がりです。今回の出場者の中で多分下手なんだよ一番でも勝てると思う。まあ、あの子プロ志望でしかも歴も確か長かったはずだから、そうそうそう、まあまあ全然レベチだったもんね。それだってわこの子には無理って言ったらそうなっちゃう。まあそうだね、だから勝てる勝てるって言ってたけど、今回の相手もでも格闘技歴 2,3 年ぐらいじゃなかった？あ、まあね、ちゃんまりまだ1年もやってないでしょ、うん、半年ちょっと過ぎたぐらいか。うん、まあそれはあるけど、まあ、でも密度が違うよこの7ヶ月。格闘家みたいなこと言ってるの？密度が違うよ私の練習この7ヶ月かな。カミカミじゃない、全然ダメ。昨日もねしっかり京林さんに相手してもらって、うん、小鉄さんにもつきっきりで対策をね、うん、考えて、これならいけるだろうっていうのは、うん、自分の中ではありますので、おその動きをちゃんと、そのなんだろう、やっぱリングの上ってさごちゃってなるから、前回ですごい思ったけど、うん、思った通りの動きできた方が勝つなみたいな、あ、自分でその予定してた動きっていうか、うんうん、自分の戦い方っていうのか、うん、もう発言が新アスリート。誰？俺の嫁ですか？これ直した。本当にこれ直した。かっこいいかっこいい。これ直した。考えてるよ私だって、いろんなことをね。体もな結構いい感じで大きくなって、はい、ちょっと後で計量しよう。あ、そうだね、前日計量しよう。前日計量、この動画の中でどうしよう、増えすぎとったら。あ、でもめっちゃ大きくなったの分かるわ。体たくましくなったね。なんかこういうタンクトップめっちゃ似合うね。ほんとね、前までガリガリだったやん。なんか前回の試合のやつとか見たらさ、うん、ようあれで試合出たなって。いやほんと俺も思った。骨じゃんって。骨、ありがとう大輔さんがね、ここまで本当に支えてくれてね、うん、私はこれなかったら無理。言うけど一人じゃ絶対無理。まあ夫婦で戦えるっていうのが俺たちのいいところだよね、うん、お互いさ、それぞれ、それぞれ同士だったら未熟だけど、うん、まあ、2人で一人前になれればちょうどいいかなって感じでさ、うん、明日それを証明して、そう、なんか勝って気持ちよくみんなとハグしたいね。ああ、勝ったぞーって。明日の今頃にはもう勝敗ついて、うん、6月25も試合あるからね。そうだよ、そうだよ、ね、まずここ勝っての25だから。うん、最後にみんなに一言。ここまでね、本当に私のこの修行の日々に見守ってもらってありがとうございます。いつもね、たくさんあの応援のコメントとかさ、あと私に勇気もらったみたいなコメントとかね、本当嬉しくて、ね、なんかそれでもっと頑張ろうっていつも思って、泣けちゃう。そう、本当にいつもねコメントに励まされてね、食トレきつい時とかもさ、なんかこんだけ、こんなにアマチュアの大会ごときでさ応援してもらえる人ってなかなかいないと思うから、まあ、この環境に感謝してね、ありがたいもんな、買ってきます。はい、みんなに勝ちを報告したいね、うん、じゃあちょっと明日は、はい、夫婦で頑張って勝とうぜ。おし、そして勝って涙を流そう。おし、頑張るぞ。おお、じゃあ体重測るよ。うっす、格闘技始めた頃がね半年前44キロだったと思うんだけど、44キロから、おお、
50キロ超えは人生初？人生初。50キロ台？うん。イエーイ。明日試合頑張るぞ。おお、勝てるわこれ。おっしゃー。しゃ。